お疲れ様です。庶民ランナーです。暑いですね。今日は最高15度ぐらいまで上がるそうです。そのお昼なんでですね、まあ14、5度ってとこじゃないでしょうか。ちょっと気温これから出すようにしましょうかね。気温出しておきますね。はい。で今日はですね、20分間の行き地層をやります。ペースはそうですね、4分40ないし4分50、まあ、その間ぐらいってとこでしょうか。私の10キロの PB を元にした、行き地ペースっていうのが4分47なんですよ、まあ、なので、まあ、4分40から4分50ぐらいの幅で走ればまあまあ当たってんのかなっていうところでそのペースで走ろうと思います。まあ、それでですね、前回のね上げた30キロやらかしたっていうね、あの動画にたくさんのコメント本当ありがとうございます。それに関してはちょっと走り終わった後、ですね、はい、まずはちょっときっちり行きつを頑張ります。よし、行ってきます。1キロ4分46完璧。これよこれ。2キロ4分453キロ4分38 4分39か。ちょっとゆっくりゆっくり。4キロ4分41。はあ、きつい。楽じゃないね。終わった。いやー、きつい。お疲れ様です。行きつそう20分ですね。終わりました。20分10秒ですね。距離が 4.3 ぐらい、ペースが4分42ぐらい、設定通りですね。はい、結構きつい。前回あの動画を上げてます、30キロでやらかしたっていうね、あの動画、30キロやらかしてから2日間、もう完全に走らずですね、休んで、で3日目に6キロほど軽くキロ7ぐらいのスロージョグしてですね、で今日っていう感じです。はい。で本当ね、前回の動画にはですね、すごいたくさんのコメントをいただきましてありがとうございます。すごいですよね、私のねチャンネルはですね、本当たくさんの方にコメントをいただけるんですよ。本当嬉しいですね。今回ね、初めてコメントしたんじゃないかなって、していただいたんじゃないかなっていう方も大勢いらっしゃって、すごく嬉しいです。なんか失敗した甲斐があったと言いますか。失敗した甲斐があったって変だな。まあ、本当嬉しいなと思っております。で、いろいろね、これが原因なんじゃないかとかね、まあいろいろ気にすることはないと、いろいろね、コメントをいただいて、本当にありがとうございます。まあ、このね、今日の行きつ走は、週1回必ずですね、行きつ走やるって、まあ、以前は5キロ走だったんですけど、最近は行きつ走20分っていうのに決めてるんですけどね、をやるっていうことの一環でやってるんですけども、
今週はもうあとは本当に軽くまた6キロとかね、8キロのキロ7ぐらいのスロージョグだけやって週末に備えようかなという感じです。疲れを残さないような感じですね。で、週末の練習もですね、動画上げるまでは30キロやっちまうかと思ってたんですよ。正直言ってもう収まらんと思ってね、そう思ってたんですけど、やっぱ皆様のコメントいただいてですね、やめますというのが、そんな短期間で走力落ちないよねっていうのは本当その通りで、短期間でね走力上がらないのはもう身に染みてるし実感してる、その通りだと思うんですけど、まあ、同じようにですね、短時間でもそんなすぐ走力が落ちないだろうというふうに思い直すことができました。ありがとうございます。で、週末はですね、なんかね、スロージョグ10キロとか15キロでいいのかって言ったら、そうではないとは思うので、ちょっとね、頑張る系ではあるんですけど、こう、そこまで30キロ走ほど疲れを残さないようなものを考えていてですね、まあ、20キロのある程度のペース走か、まあ、もしくは、15キロの、卒検かなっていうふうに思ってます。ちょっとまだどっちにするか決めてないんですけど、15キロの卒検ね、前回やって失敗してるんで、ラスト1キロ。ちょっとね、まあ、リベンジしておこうかなっていう気持ちもあります。まあ、設定ペースとかは、まあちょっと当日、まあ、もう少し検討はしますけども、一応そんな風には考えてます。30キロのね、ちょっと失敗の件なんですけども、もう忘れたい。なんですけど、まあ原因はね、いろいろ、やっぱ皆さんにね、教えいただいたというか、ご指摘いただいた、中で思い当たるものはですね、まずは気温ですね。やっぱちょっと暑かった、14、15度、あの時点でもあったっぽいんですよね。それで前半黄色いね、いつも着てるあの上着着て T シャツ着て、あとね、ミズノの、アンダーシャツも着てたんですよ。この首まであるハイネックっていうんですかね、ハイネック仕様のアンダーシャツ着てて、普段よりも結構厚着というかね、アンダーシャツ分多かったんですよね。まあ、冬でも本当シャツとあの黄色いねジャケットだけで走ってるのにアンダー着たりして首周り余計暖かくしてですね、まあ、そういった意味でちょっと気温にやられたかなっていうのがまずは一つですね。あとやっぱり入りが1キロが早かった。30キロなんで普段やってるウォーミングアップとか軽くね、いつも 1,2 キロ走ってから練習するんですけど、それやんなかったんですよ。ポンと走り始めたんですけど、それで、ね、最初の1キロ早く入っちゃったんで、まあ、そこで心拍がパーンと上がってですね、もう落とす間もなくそのまま行っちゃってっていう感じかなっていうようなことは原因としては考えてます。だって疲労感に関してはね、あまり感じてなかったんですけどね、その疲れが溜まってる感っていうのはなかったんですけど、まあ前ね、1週間前に、まあ、6日前に22キロペースをレースペースやってるんで、まあ、その疲れが残ってないかっていうとね、まあ、それは、まあ、残っててもおかしくなかったかなという感じでしょうかね。まあ、大体、まあこまあ、原因としては考えられるのはそのところででした。なので次の週末はまあちょっと気温次第なんですけど、今のところ天気予報ではいい天気で今日ぐらい15、6度最高上がりそうなんで、 T シャツ1枚で走ってもいいのかなっていう感じはします。ちなみに今日はですね、わかりますかね、見えるか、こうこれ、同じようにミズノのアンダーシャツなん着てて、こう V ネックのやつにしてるんですよね今日。これこの前ですね、このハイネックのアンダーとこの V ネックのアンダーと、あとなぜか靴下、この3点がセットでオンラインストアで5000円弱、4900円とかだったのかな、でなんか売ってたんですよ。今でも売ってんじゃないかな。でね、私一応水野の株持ってて、そこからなんか 20% オフが効いたんで、 20% オフかつ送料無料が効いたんで、だいたい4000円ぐらいなんで、1枚これアンダーシャツが1枚2000円だったんで、ちょっと買っちゃえっていうことで買っちゃいました。で来たんですけどね、あんまり私には合わないのかもしれないですね、こういうの。夏だけなのかな、来た方がいいの、どうなんでしょうかね。うん、はい、なとこっすね。まあやっぱちょっと気温が上がってきてね、本番だったらどうしようっていうのもあるんですけど、まずはちょっと今週末もうちょっと頑張る練習をしてみて、
かなというふうには思ってます。はい、ということで今日はこの辺りでしょうかね。本当にね、たくさんの、いつも、たくさん動画をご覧いただいてコメントいただいて本当にありがとうございます。大会まで今日を含めてあと20日なんですよ。はい、20日です。ちょっとね、なんかいけんじゃないよ、サブ4いけるでしょうっていうムードからね、ちょっとやばいんじゃない感が漂ってきてるんですけど、まあまあそれが私の実力ですよね。はあ、ただまだまだ全然ね、ダメだとは思ってないんで、なんとかいけるかなとは思ってますんで、引き続き応援いただけたら嬉しいです。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はあ、ということで本日は以上になります。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また、動画上げますんで引き続きよろしくお願いいたします。それでは失礼します。また。